G7 広島サミットが開催され中、佐世保にアメリカ原子力空母ミニッツが入港、補給と休暇も兼ねているとの情報をキャッチしました。今回は、佐世保に9年ぶりに入港した原子力空母ミニッツについて詳しく見ていきますね。プロ市民は他県から集結していますよ。2023年5月19日、アメリカ海軍のニミッツ級原子力航空母艦の一番艦にしてネームシップであるニミッツが長崎県の佐世保港へと入港、4日後の5月23日まで停泊する予定であるとマスメディアでは報じられている。佐世保港にアメリカ海軍のこうした原子力航空母艦が入港を行うのは、実に2014年8月に同じニミッツ級原子力航空母艦の6番艦であるジョージ・ワシントン以来、およそ8年9ヶ月ぶりで、非常に稀な出来事だとも感じられる。ニミッツは、アメリカ本土のワシントン州のキトサップ海軍基地を母港としており、現在は、アメリカ海軍の太平洋艦隊第11空母打撃群の中核を担う艦艇で、2022年11月に同基地を出港して、任務を実施していた。今回のニミッツは2023年3月に朝鮮半島の沖合で韓国海軍との合同軍事演習を行い、翌4月には日本海上で日本の海上自衛隊の艦艇も加えた合同軍事演習を実施、北朝鮮によるミサイル発射を牽制する意図があった。これら韓国や日本の自衛隊との合同軍事演習を行ったニミッツは、佐世保港への寄港を今回クレーグ・シコラ艦長以下4758名とされた乗組員の休養と艦自体への補給物資の積み込みにあるとの説明を行っている。すでにミニッツは佐世保への入港の2日前の5月17日に東シナ海上において日本の報道陣を乗せた航空機を同艦に着艦させ、取材を受けており、飛行甲板上に並べられた F-A18 スーパーホーネット等の艦載機が写真に収められている。この報道陣の取材には、ミニッツが所属するアメリカ海軍の太平洋艦隊第11空母打撃群のクリストファー・スウィーニー司令官、少将が直接当たり、同海軍の日本側への配慮のほどが、個人的には感じられた。前述した通り、直前までは、対北朝鮮に向けた、牽制行動を行っていたと言える、ミニッツだが、日本の報道陣に向けて、クリストファー・スウィーニー司令官は、日本の南西諸島や、台湾への軍事的圧力を強める中国への対応に、懸念はないと述べた。さらに、太平洋戦争で、原子爆弾が投下された長崎へミニッツが寄港することについては、すでに70年以上の歳月を経て、日本もアメリカも変わっているが、同艦の乗組員には、地元民の考えや被爆地の歴史を知る必要があると語った。その前提の上で、今の日本とアメリカは同盟国という立場であり、この関係は相互の国家、地域に対して、重要であるとの考えを示し、北朝鮮や中国、ロシアといった両国にとっての仮想敵国への抑止力となることを訴えているように思えた。対中国を念頭に置いた日本とアメリカとの合同軍事会演習としては、5月16日には沖縄方面でサザンビーチと呼称された航空機が参加したものも実施されており、南西諸島の防衛力の強化を日米双方で図っている。このサザンビーチ演習には、沖縄本島に一時派遣中のアメリカ空軍の F-15E ストライクイーグル戦闘爆撃機、KC-135 空中給油機、アメリカ海軍の F-A18 スーパーホーネット、海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型等が参加したとされる。日本側からは、航空自衛隊の那覇基地から F-15J イーグルをはじめ、
E-2C 早期警戒機等が参加しており、今回の合同軍事演習の目的は、個別の航空機の戦術的な技量の向上並びに、日米での共同対処能力の強化が挙げられている。さて、ミニッツに話を戻せば、同艦は、満載排水量が10万20トン、全長が 333.0 メートル、最大幅が 76.8 メートルの艦隊に、ウェスティングハウス社製の A4 ダブル加圧水型原子炉を2機搭載し、これで4機の蒸気タービンを稼働させる。ここから発生させる出力は、最大で26万馬力を発揮し、これだけの規模を持つ航空母艦ながら、最大速力は30ノット以上を誇り、主力戦闘機の F/A-18 スーパーホーネットをはじめ戦時ならば、およそ90機もの艦載機を搭載することが可能だ。アメリカ海軍の航空母艦でも、すでに最新鋭の F-35 ライトニング2C 型を装備する航空団を収容しているものも現れてはいるが、ミニッツが収容している第17空母航空団は、まだ F/A-18 スーパーホーネットを主力戦闘機として使用している。ニミッツは、ニミッツ級航空母艦の一番艦であることからもわかるように、艦齢は古く、1968年6月に起工、1972年5月に浸水の後、1975年5月に就役しており、実に就役からは今年で丸48年を経過している状態だ。アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦は全10隻が就役しており、こうした長期間の就役に対しては最大で50年を目途とする延命回収が施されているが、ミニッツはこれに時期に達するため、代替が予定されている。ミニッツの代替艦には、アメリカ海軍の最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級の2番艦である、ジョン・ F ・ケネディが予定されており、現時点では、来年2024年にも実施される見込みとなっている。ジョン・ F ・ケネディは、すでに、2015年8月に起工、2019年10月に浸水を果たしており、ジェラルド・ R ・フォード級の1番艦である、ジェラルド・ R ・フォードが、新型の電磁式カタパルトの実装等で不具合が続いた点が、どのように改善されるのかも注目点だろう。したがって、ニミッツの日本への入港も、今回が最後になると思われるのだが、佐世保へのアメリカ海軍の原子力航空母艦の入港といえば、同海軍初の原子力航空母艦であったエンタープライズの件が頭をよぎる。それは、エンタープライズが1968年1月に初めて佐世保への入港を行った時に発生した一連の騒動であり、その入港をめぐっては、折しも日本はまだ学生運動等の安保闘争からの流れを汲む反対運動が激しい時代だった。一応、今回のニミッツの佐世保入港に際しても、日本国内の反対派が5月20日にデモ行進等を行ったことが報じられていたが、その参加者数はおよそ350人とされており、1968年のエンタープライズの時とは比較にすらならない。1968年1月のエンタープライズの佐世保への入港時には、反対派がエンタープライズ機構阻止佐世保大集会と銘打って、最大4万7千人に及ぶ動員を行い、逆にこれを阻止しようとする賛成派も合わせれば延べ、5万6千人もがそこに集った。一概に参加人数だけで事の是非を論じるべきではないとは思うが、かつての4万7千人の動員と比すれば、今回の350人とは 1% にすら満たない数であり、まさに覚醒の感があるとしか思えない状況ではある。
エンタープライズ機構阻止佐世保大集会とは、無論、当時の左翼系団体の集大成の一つではあったが、反戦、反核といったイデオロギーとは別に、太平洋戦争の敗戦から、まだ、23年という時期でもあり、右派の反米思想にもある種のシンパシーを与えた側面があった。今や、ロシア・ウクライナ戦争においては、ロシア支持を表明する党、新右翼民族団体と呼ばれながら迷走している感も否めない一水会だが、その創設者の子、鈴木邦夫は、エンタープライズ機構阻止佐世保大集会に、反米という観点から、共感する旨をコメントしている。してみれば、太平洋戦争で、アメリカに挑み敗戦を喫した、当時の日本人は、左派、右派問わず、エンタープライズの佐世保への入港に、範囲を示していたわけであり、現在が特殊な時代ではないことを暗示していたかのようですらある。かと思えば、広島で開かれていた G7 サミットに対して、やはり、左翼系の団体は反対行動を起こしていたが、彼らは、ロシア・ウクライナ戦争における西側諸国からの武器供与が、戦争の長期をもたらしていると述べ、大半の日本人の支持は、得られそうもない。